ないな。やあ。素晴らしい。やあ。素晴らしい。やあ。素晴らしい。Thank you.
んにちは。いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。ありがとう。
にちは。イエーイ。ここは古代のまま変わらずにある巨大樹だ。さまざまなモンスターが生息し、希少な虫たちもいる。最近ずいぶん数が減ってしまったけどな。この巨大樹にも異常事態が起きてるってことか。そうでなければいいが、レドがいた頃はもっとたくさんの種類の生き物が生息していたんだ。なあ、あんたもライダーさんのじいちゃんのことを知ってるんだよな。ああ、レドじいちゃんってどんな人だったんだ？教えてくれよ。一言では言えないな。小さい頃から知っているし、思い出もたくさんある。この村には昔から竜人しか住んでいない。中には人間が入ってくることをよく思わない者もいた。だがあいつはそんなことを気にも留めない様子で、マモリレウスと一緒にこの村に遊びに来ては村人たちと仲良くなっていったんだ。自由でおおらかで空の王者レウスのライダーにふさわしい、そんな男だった。さすがライダーさんのじいちゃんだな。あれ、じいちゃんの子供の頃を知ってるのに
なんであんたはじいちゃんじゃないんだ？人間と竜人は年を重ねる速度が違うからな。年を重ねる速度？ああ、成長する速さが違うんだ。そっか。ん？じゃあエナはいくつなんだ？もしかしてものすごい年上か？レドが現れた時、みんな口々に言っていた。竜人と人間は友達にはなれないと。どうしてだ？友として一緒にいられる時間が少ないからだ。人間はあっという間に大人になってしまう。大人になって一緒に遊べなくなったら友達じゃいられないのか？だけどそれは間違いだった。出会った頃の昔も会えなくなってしまった今でも、俺にとってレドは大切な友達だ。だからお前たちを守る。何かあったらレドに顔向けできなくなるからな。それで俺たちについてきてくれたのか。風が騒いでいる。モンスターの気配だ。俺のヒゲは何も感じないぞ。風の音だけでわかるなんてすごいな、アルマ。これくらい俺たちには普通のことだ。それにレドは俺より耳が良かった。遠くの物音が聞こえるとかそういうことじゃない。あいつはモンスターの声を聞くことができたんだ。モンスターの声？こっちだ、ついてこい。息が合うのかもしれないな。やるじゃないか。感心したぞ。
見事な絆だった。
調子だ。腕の見せ所だ。やったな、ライダーさん。これで、あんたのおかげだ、アルマ。俺は伝説のライダーをナビした伝説のアイルーだが、教え方はあんたの方が上手だな。これからもいろいろ教えてくれよな。教えるなんて俺には向いていない。それにライダーとして大事なことを教わりたいなら、一番の師はモンスターだ。モンスターは俺たちよりも自然のことを、自然の中でどう生き抜くかを知っている。モンスターの声を聞き、その言葉を理解することがライダーにとっては大事なんだ。でもモンスターの言葉なんてよくわかんないぞ。理解したいならちゃんと耳を傾けることだ。耳を傾ける？焦ることはない。ライダーとして力をつけていけばそのうちわかるようになるさ。さあ、長老に報告だ。村へ戻るぞ。おう、さあ行こうぜ、ライダーさん。
ったか。どうであったか。言ってた通りだ。よくわかんないけど荒れてたんだよな。でも大丈夫だ。パオウルムーは俺らで追い払ってきたぜ。よくやってくれた。だがまだライダーとしての力は未熟だ。この程度では卵の運命は背負えぬ。ぐにゃにゃ。だったら他に困っていることはないのか。それを解決して俺らが未熟者じゃないって証明してやるよ。な、ライダーさん。ハルツガイの岩山でモンスターの被害に遭う村人が増えている。そのモンスターは岩に擬態しているらしい。モンスターが岩に擬態だって。ん、見たことがあるようなないような。村の者では確認ができなかった。その正体を明らかにしてもらいたい。俺も引き続き彼らに同行します。なあ、頼んだぞ。